ルキウス・カルプルニウス・ピソ・カイソニヌスは、共和制ローマ末期の政治家。同盟の息子ルキウスは、紀元前15年に、失政官を、紀元前50年には、ケンソルを務めた。また、娘カルプルニアは、ガイウス・ユリウス・カイサルの妻となった。紀元前58年に、アウルス・ガビニウスと共に、失政官に選ばれ、カエサルとグナイウス・ポンペウス。 マルクスリキニュースクラッススら第一回三党政治派に、属して五民間クロディウスと共謀、マルクス・トゥ・ュース・キケロを追放した。報酬としてマケドニア属衆の総督として、紀元前57年から紀元前55年に元老院に呼び戻されるまで務めた。呼び戻されたピソを持っていたのはキケロによる元老院での弾劾であり、彼は被告として主政に立たされ、 弁護を要請する書面を提示するが、この時点でキケロは途中で裁判を放棄してしまう。一説には、義理の息子であったカイサルを裁判の場に出したくなかったからとも言われている。紀元前49年からのローマ内戦では、ピソは中立としての立場を取った。しかしローマに攻め入ろうとすると彼はカイサルへの抗議の意思として、ローマを去るも、カイサルのライバルであるポンペイウスの明確な指示を、 することはなかった。カエサルの暗殺後、ピソはカエサルの遺書を厳密に実行する、要主張。最初はマルクス・アントニウスと対立した。しかし後にアントニウスの支持者となり、対立するオクタヴィアヌスとの仲を取り持つ役目を負った。ありがとうございます。